この手紙の内容が知りたいんですけど見れませんと。これ日本から独立したいってことですか？知床半島をロシアに管理してくれというようなことを言ってるわけでしょ。本当にこの手紙がプーチン大統領の元に行っていたら大義名分が一つ出来上がっちゃってるわけですよ。ロシアとしては南オセチアとかアブハジア、これと同じようなことが北方領土で起きようとしている、その火に油を注ぐような手紙が実は存在していたと。こんにちは、カズです。越境 3.0 ということで今日も始まりました越境 3.0 チャンネル。本日もどうぞよろしくお願いします。まずはセミナーのご案内です。自分の価値を最大化する伝え方、伝え方で大事なのは〇〇だ。3月22日火曜日18時半スタートです。こちら吉本興業元プロデューサーの大谷由里子さんとのコラボセミナーです。会場参加限定の特典がございます。詳細と参加申し込みは概要欄の方からどうぞよろしくお願いします。そしてもう一つ、愛媛県の松山セミナー、フラット化する世界セミナー&コーヒー座談会です。事前予約制の30名様限定です。2022年3月の26日土曜日12時スタートです。こちらも参加申し込みは概要欄の方からどうぞよろしくお願いします。本日のテーマなんですけれども、ちょっとやばいです。日本国内のある団体がプーチン大統領に宛てた手紙というテーマでお話ししたいと思います。これね、ちょっとほんとやばいんですよ。これ場合によってはちょっと炎上するネタなんではないかなと思って、なかなかね、YouTube で配信するのも迷ったんですけれども、昨日こんな動画を流しました。プーチン北方領土でミサイル発射。北方領土をいろいろ調べていて、TTM 剛さんの YouTube チャンネル、僕も大好きでちょこちょこ見てるんですけれども、その TTM 剛さんのチャンネルで、ちょっとやばい動画があったんですよね。日本のとある国内団体がプーチン大統領に北方領土と知床半島を侵略してくれというような内容の手紙を宛てているという。それでどんな手紙なのか気になるじゃないですか。で、僕も調べたんですよ。で、 Google でクリル諸島におけるアイヌ先住権をめぐってというキーワードで検索すると出てくるんですね。ウラジーミル・プーチン大統領宛ての要望書、アイヌ政策検討市民会議というところのホームページが、手紙が丸々アップロードされているという。で、その手紙の内容を見たら本当やばいんです。その手紙の内容をちょっと後でご紹介しますけれども、あまりにもやばい内容なのでちょっとびっくりしてツイッターでつぶやいたんですよ。こちらが昨日の僕のツイート。北方領土と知床は独立したいってことか。この手紙本当にプーチンに送ってたとしたらこれやばいだろうということで、こういったツイートをしたんですよね。このツイートがすごい反響があって何人かの方にリツイートされたんですけれども、そのリツイートの内容に、この手紙の内容が知りたいんですけど見れませんと、ホームページが消えていますというようなリツイートがあって、いやいや内容見れますよと、手紙が全部公開されてますよって思ったんだけど、今日の朝このページをアクセスしてみたら全部ページが消されていたんですよね。で、僕知り合いにちょっとこの手紙を見てもらおうと思って保存しておいたんですよ。で、今日はその保存しておいた手紙の内容をちょっと皆さんにご紹介したいと思うんですけど、いやこれ日本人的に考えたら本当やばいだろっていうような内容の手紙なんですよね。ちょっとご紹介したいと思います。ウラジーミル・プーチン大統領宛ての要望書、2019年1月11日にこの手紙を発行してるんですね。宛先がロシア連邦大統領ウラジーミル・プーチン閣下、そして在札幌ロシア連邦総領事館ファブリーチーニコフ・アンドレイ閣下。これ手紙の差出人がモシリコルカムイの会というので、おそらく日本のアイヌの団体ですね。代表が畠山聡さん、副代表石井ポンペさんという方で、こちら畠山聡さんで検索するとニュースとして出ているんですよね。こちら北海道紋別市にあるアイヌの団体。この手紙が公開されていたホームページというのが、アイヌ政策検討市民会議という団体のホームページ。じゃあちょっと手紙の内容早速言ってみましょうか。イラン・カラプテ、これイラン・カラプテというのはアイヌ語なんでしょうかね。尊敬する大統領閣下並びに総領事閣下におかれましては、ますますご精鋭のこととお喜び申し上げます。突然このようなお手紙をお届けする無礼をどうかお許しください。私たちは日本領の北海道東で生まれ育ち、現在は北海道東の内外で暮らすアイヌの有志です。アイヌはオホーツク海を取り囲む北海道島やクリル諸島、カラフト島、カムチャツカ地方の先住民族であり、19世紀以降帰国と日本国の間で何度も引き直されてきた国境線によって生活圏を分断され、またそれぞれの国家の圧倒的支配を受けながら150年にわたって非常な労苦を強いられてきました。今日本国の領土に暮らす私たちは、2007年に国際連合総会で採択された先住民族の権利に関する国際連合宣言に力を得て、日本国政府に対し先住民族
アイヌの諸権利を妨害しないよう、またこれまでの妨害によってアイヌが被った不利益を早急に回復するよう求めていますが、今般帰国政府と日本国政府の間でいわゆる領土交渉が活発化していることに鑑み、この地域の先住民として帰国大統領閣下並びに総領事閣下に以下の要望をお伝えいたします。この人たちが言っているこの要望というのが驚くような内容なんですよ。そして次のページ、1. クリル諸島をアイヌ民族の自治州区としてくださいと。 2. クリル諸島沿海域をアイヌ民族による漁業資源管理エリアとしてください。 3. クリル諸島の自然環境を保全してください。特に南クリル地域、南クリル地域というのはいわゆる北方領土のことですよね。ユネスコ世界自然遺産登録地である知床半島との一体的な保全管理をご検討くださいということで、これ日本から独立したいってことですか。独立したいのでその独立を支援してくださいと。でさらに知床半島との一体的な保全管理って、知床半島を侵略してくださいって言ってるような意味合いに取られるわけですけれども、知床半島をロシアに管理してくれというようなことを言ってるわけでしょ。これ驚くような内容ですよね。アイヌ民族の件に関しては越境 3.0 チャンネルでも前にちょっと動画を流して若干炎上したんですよ。まあ僕の歴史的認識がちょっと不足していたということもあって、まあ僕らは小学校の頃にアイヌの歴史っていうことで、まあ日本人に占領されてきてアイヌ人が迫害を受けているっていうような歴史として学んだんだけど、いや実はそうではないと。いろんなその文献が出てきて歴史的事実が発覚して実はそうではないっていうことが、まあ YouTube でもたくさん動画流れてるんですけれども、アイヌの歴史っていうのはなかなか難しくて、まあ僕は今この動画の中で皆さんにその真実をお伝えするのは不可能なんですけど、アイヌの歴史をきちんと理解したいっていう方は、まあ、そういうことを説明している大学の先生とかの YouTube があるので、そういうのをちょっとご覧いただきたいと思うんですね。そのアイヌの歴史というのが日本人に迫害されたされてないとか、まあ、そういうのとりあえず置いといて、日本の北方領土と知床半島をそのロシアに管理してくださいとお願いしている、こういった手紙を当てている団体がいるということにちょっと驚きですよね。これ2019年の1月に宛てた手紙らしいんですけれども、本当にこの手紙がプーチン大統領の元に行っていたら、プーチンは北方領土とか知床を攻めてくる、まあ、大義名分が一つ出来上がっちゃってるわけですよ。しかもロシアは北方領土のアイヌ民族を先住民族として認めているというような、そういうような発表もしているので、まあ、アイヌにとってロシアの立ち位置というのが非常にこの近づいているという事実があるわけですよね。そんな中で北方領土と知床半島をロシアに管理してください、なおかつアイヌ民族の自治州として国として独立したいみたいなことがこの要望書の中に書かれてるわけですよ。これどういうことを意味してるかというと、ソ連崩壊後のロシアが作った未承認国家ということで、越境 3.0 チャンネルでも何度もお伝えしてきましたけれども、今のウクライナにせよ、でこれまでのジョージア、アゼルバイジャン、モルドバにせよね、ロシアと外国との国境ラインのところに他国の領土にロシア軍が侵入して、親ロシアの人たちをそこに集めて国家としてロシアが承認したと。それらの、まあ、国際社会で認められていないロシアが作った未承認国家っていうのが戦争の火種になってるわけですよ。アゼルバイジャンのアルツァフ共和国、ナゴルノカラバフ共和国とも言いますけれども、アルメニア側の名前でアルツァフと呼ばれていますよね。ジョージアには南オセチアとアブハジア、ウクライナの東側にはドネスクとルガンスク、でそしてモルドバとウクライナ国境に沿ドニエストル共和国、これらのロシアが作った未承認国家というのが幾度となくこれまでもう激しい戦争とか、まあ、侵略そして虐殺行為まで行われてきたという地域なんですよね。僕は先日アゼルバイジャンのナゴルノカラバフというところに行ってきたんですけれども、ここは2020年にようやく戦争が終わって、長い長い30年間の戦争が終わってようやく解決した場所なんですよ。それでも30年かかってるわけですよね。それ以外の国というのはまだ未解決なんですよ。領土問題として未解決、ロシアとしては南オセチアとかアブハジア、エンドニエストルとかドネツク、ルガンスクっていうそれらの国々を作って承認はしているんだけれども、これらはまあほとんどの国際社会で未承認国家と言われていて、そこにもともと住んでいた住民と新しく入ってきた住民との激しい戦いがずっと行われているわけですよね。これと同じようなことが北方領土で起きようとしている。ロシアのプーチン大統領に対して私たちの国を作ってくださいと、日本から独立したいんです、なおかつ北方領土だけではなくて知床半島までも含めてロシアが管理をしてくださいというようなことを手紙を当てているという、ちょっと恐ろしい内容の手紙なんですよね。昨日の動画でもね、コメント欄に今ロシアはウクライナでいっぱいいっぱいなんで東に攻めてくることなんてないだろうと
というようなコメントをいただいてるんですけども、もちろんこれは今すぐにという話ではなくて、例えば5カ年計画、10カ年計画と考えた時に、5年先、10年先のね、まあ、ロシアの日本に対する侵攻という意味で可能性ゼロではないというお話なので、まあ、北方領土のお話、まあ、昨日流したわけですけども、まあ、その火に油を注ぐような手紙が実は存在していたと。このプーチン宛ての要望書の手紙、今ホームページが削除されているかどうかで見れないんですけれども、ひょっとしたらこれサーバーダウンかなんかで見れないのかもしれないという、そういった可能性もあるので、ひょっとしたら何日後か後に見れる可能性が、まあ、ないとは言えないんですけれども、気になる方いたらね、ちょっとぜひクリル諸島におけるアイヌ先住民族をめぐってというキーワードでちょっと検索していただけたらと思います。今のところまだ全然出てこないですよ。なんか昨日は見れたんですけど、今日の朝になってちょっと見れなくなっているという状態なんですよね。非常に気になるでしょう。この手紙の内容ね、ほんとやばいですよ。結構詳しい内容がね、 TTM 剛さんの YouTube チャンネルでも配信されてますんで、ぜひ TTM 剛さんのチャンネルも動画見ていただけたらと思います。そして越境 3.0 チャンネルではウクライナ情勢についていろいろと動画を配信しています。こちら再生リスト、ウクライナ情勢の方からご覧いただけたらと思います。越境 3.0 チャンネルではこういった世界の情報をお届けしております。毎日夜8時に更新しています。世界の情報をもっと知りたいなと思った方はぜひチャンネル登録いただけると嬉しいです。本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。せーの、 Here we go。世界とつながりたいあなた、待ってます。